絶対これを乗り越えるぞ楽しむぞなんならうん、うん、っていうぐらいのモードに入って向き合えれば何とかなったりとかするか可能性は上がると思うんだよね、うんうん、そうでほ、ね、ンとえぐいことってやっぱすごいインビテーションだと思うから「さあこのステージが用意されましたよ」みたいな。 次は一流洋介さんにとって一流と三流の違いは口では何とでも言えるからね例えば俳優だったら演技論とかさ俳優論とか、うん、なんかそういう感じでいろいろ言えるけど。 ガチンコでじゃあガチンコ鳴った時もしくは舞台の幕が上がった時にまあまあこうやってセリフがあってもこう整体してるわけじゃん。はい、その時にやっっぱぱかるることがいっぱいあるんだようん決まったセリフのやり取りなのに、うん、もうちょっとした目線の動きとか、うん、たちょっとしたこの動きでこう分かることがある、うん、とゾーンのなんか深度みたいなのが。 分かっちゃうからそれは何ていうか一個ちょっとと基準にはななるかなと思う,うん、うん、それはそういう場じゃなくて、うん、普段のプライベートで会う人とか,とかでもそういうのを感じたいはあんまりないかな。うん、だからこいつ面白えなとかこの人変わってんなとかそういうのはあるけどうん、うん、とかあとすげえ好きだなとかさなんかこう楽しいなとか。陽介さんとかとかか YouTube で こういろんな職人さんとかのとこ行っていろんなそういうその道のプロの人たちと会って話したりしてるじゃないですかやっぱそうするとなんか共通して感じるものとかありますか俺がでも測る基準を持ってんのがさレゲエ DJ と俳優と、まあ、モデルだから、うんうん、例えば趣味でやってるゴルフにしたってみんな上手い俺より上手いっていう人たちみんな上手く見えるし、うん、なんかそういう意味ではなんていうか。 本当のところはちょっと分かりづらいけど、うん、自分が深めていってき来たとこに関してはまあ、思うとこはあるかなというか、うん、だからそれがもう本当深度だと思う、うん、入り方っていうかその瞬間の、うん、人付き合いで仮に一流三流があるんだとしたらどういうところだと思いますかお誘いを断らないとかどこまででも付き合うとかそれはそれでなんかあこいつやるなとかさすがとか言ったりするときあるけど、うん でもやっぱ自分のペースで生きてるっていうのがやっぱすごく素敵だな例えばだけどまたゴルフの話になっちゃうけど熊谷さんってさもともとスタイリストで,で今デザインとかもやって、うん、いろんなブランドを手がけてるカメラマンとかもやる方がいるんだけど一昨日か山梨誘ってもらって一緒にゴルフ行ってたの44で回って俺ら先回って俺と高木とオーシャン東京のと美容師の高木以外は。 初めましてだったの、うん、で44で終わったら何か飯でも行くのかなとか何かそういう感じで思ってたんだけど昼飯の時に俺ら先終わって向こう来て帰ってきて飯食い終わったぐらいで「陽佑、うん、じゃあまたね」うん「えっ?」あれ後半ありますあれ後半あるけどもう流れ解散だから <laughs> ああ」みたいな「<laughs> あ了解っす」みたいな。で昨日もコンペで一番最初回って俺がもう最終、ま、帰ってきたらもう東京にいんの。<laughs> <laughs> もうう超マイペースでなんかこうすっげえ優しいんだけど自分のこのペースは崩さないっていうかもう自分の予定でちゃんと生きていくっていう感じでそういうなんか人付き合いっていうかさでも,もちろん飲み行く時はがっつり飲み行ったりするんだけどちゃんとメリハリとか自分のこれをキープするみたいなことをすごくちゃんとやる人だなって俺はそれかっこいいなと思うし。 なんかどこまで行きますよっつってさ朝まで付き合ってくれて結局翌日のちょっと仕事おろそかになっちゃったとかさうん、うん、なんかそれはそれでどうかと思うから、うん、マイペースなことが大事なんじゃないかなと思う、うんうん、次がですね困難に立ち打ちできない困難と向き合う時のコツってありますか最初の方にもこれも言ってるけどやっぱ良くなるために怒ってるって思うっていうのは、うん、まず心構えが変わるから、はい 心が前になって、うん、あの頭が後ろになってもう絶対これを乗り越えるぞ楽しむぞなんならうん、うん、っていうぐらいのモードに入って向き合えれば、うん、なんとかなったりとかするか可能性は上がると思うんだよね,うん、うん、ね結果になんなくてもうん、うん、肯定するっていうあれがあったから今俺こうなれたとかうん、うん、あれがいい気づきになったとか。 あのキッド君もよく言ってたけど負けた試合ばっかり見てんだよね、俺。<ー>勝った試合なんかもう一回も見ないです、うん、失敗は成功の母じゃないけど、うん、ノーレインノーレインボーでほ、うんとえぐいことってやっぱすごいインビテーションだと思うから、うん、さあこのステージが用意されましたよみたいな、うん、そこへ行くチケットは痛みを伴ってるかもしれないけど、うん、それはでもじゃないとそこはいけないから。うん 洋介さんの言葉か河本ロさんの言葉かでどうにもならないことはどうなってもいいことってああそ,うそれはこあれ、ね、ブルハーツねブルハーツですでもそう、うん、それも,もう今の世の中に対しては特に思う、うん、世の中のことどうにかしてって思ってた時期強か長かったけどうん、うん、でもあ違うなってなってうん、うん、なんかやっぱ自分だし、うん、家族だし仲間だから。うん まずそこだなそこまでしか俺手届かないからもうちょっとそのファンの人とかねこっちにアンテナ張ってくれてる人までは届かせられるけど会ったこともないから責任も取りようもないし言葉は発した時点でその人のもんだから発するまでは自分のもんだけどもう投げた時点でその人が自由に解釈できるもんだからそこまで責任取れないしって思ったら手の届く目の届く範囲を 自分はしっかりつないで願わくば愛で満たして優しさで満たしてられるようにハッピーにこういられるように自分がいるっていうところだからまあそこまでにしかこう責任持たなくていいやと思って。最後2つですね、えー、幸せ っていうとこで俳優業の上では、うん、じいさんになっても俳優とおっしゃってましたが10年後の幸せとはずっと言ってんだけどこの道の道延長線上にいるってで。それはまあもちろんどんなことになっててもこの道の延長線上なんだけど、うん、おじいちゃんみたいなこと言うけど、うん、俺と家族と仲間が。うん、で願わくばみんなが元気で豊かに。 それはまあ金っていう面だけじゃなくて何より心がで楽しくてで安全それが俺は幸せってことだと思うからそれはすごく日常的で取り留めもないようなことが幸せだと思うからそこをちゃんと満たして日々生きてる10年後。 最後はですね、はい、人生でこれをやれずに死ねるかまだできてないことでやれずに死ねるかって思ってるようなことがあればそれを聞きたいのとあとは逆にこれは自分はもうこの人生でやらないって決めるコツとかもあれば教えてもらえればと。思ばなないい浮かやったのかなじゃあ。 もう100切ってみて、みゴルフ80切ってみたいっていうのとで、それ言ったら昨日本当とそうだったんだけど100のところに壁があんので切ったじゃん97だったんだけど切ったら7だのボンミスって覚えてるのがこうあるわけでえあれなかったら80代なんてなったので ってことは80なった時あ,あれなかったら7272 72でパープレーなんだうん、うん、全部パーで回るのパープレーって言うんだけど、はい、要は設定されてる打数で全部回る、はい、72ってなんだって思ったら本当霧がずっと見えなかった100の向こう側パッって入ってみたら<ー>ファーって開いてまた霧があるんだけどうん、うん、あこの繰り返しねっていう、うん。 思った時にやっぱりそこを見たいっていうのはなったし、うん、できるっていう感じも持ってたから、うんえー、それはやってみたいっていうのはまさにね<ー>昨日切っちゃってるからもう超ゴルフモードになっててっていうのはあるけどでもそれって役者でいうところの例えばじゃあ <laughs> ハリウッドの映画出たいとかネットニックスの映画をや,やりたいとかっていうのも一つそういう感じだったんですかねそういうい感じだったかもやっぱそうやってクリアにしてってるってことですね。 でも生実家なんかこう頂点で始めれたみたいな感じもあるからハリウッドの場合は。でまあ特殊なストーリーだったけどで特殊な役柄だったけどだからそれを言うんだったらやっぱ活躍し続けるっていうことだと思うハリウッドまあ今の渡辺謙さんみたいにもうハリウッドで常連で活躍し続ける日本でやってるみたいにつってもそんなやってないんだけど <laughs> <laughs> ハリウッドでもいる存在してるっていう状況になれたら。 次のフェーズという感じではあるけど、うん、今それが出てこだから多分そんなにすごい貪欲に求めてないだと思う<ー>そうなったらいいなぐらいは思ってるけど、うん、なんないよりも、うん、でもなんかこうそれをなんかこうがむしゃらに捕まえに行こうとするみたいな感じではないから、うん、それよりはゴルフの80が勝ってるってことですかの方が勝ってる。<laughs> <laughs> かつもっと言うとさっっき言った幸せであるっていうことがまあ何よりも勝ってるからハリウッドのオファー頂い,いて SF の超大作で4番手で呼んでくれて4役やるってなっててまあ今撮ってるやつなんだけどんで、タイで撮影して全部スケジュール曲げて準備もしててで、やべえこれすげえでかいじゃんと思って。 そんな英語のセリフ量ないからまあまあその練習していってなんとかなるレベルって、うん、ネイティブとかそういうんじゃなくてっていう感じで、うん、ドンピシャだったの、うん、最終ワクチン打たないとダメってなってで俺打たない派だからさ、はい、そういう派閥があるか知らないけど、はい、<laughs> でそれは鉄板だったわけ向こう。はい、で「あじゃあダメだわ」って言って諦めたお断り。 向こうもお断りって感じで <laughs> <laughs> 20代だっったたら打ってたなと思う,う自分の身に何が起きても、うん、それがたとえどんなものかわからなくてもうん、うん、でも今の俺はそれ以上に例えば家族だったりうん、うん、この今のルーティーンみたいなことの方が大事だからうん、うん、一攫千金みたいなノリのなんかこう、うん、ダイヤモンドを取りに行くだったらこっち側で。 鉄拾っとくわみたいな <laughs> <laughs> 楽ししいそれは別にでも嘘じゃない我慢してるわけじゃないし、うん、本当にそういうふうな感覚価値観にはそうやりたくないことをやらないと決めることができるようになったってことですよねそれもそうかもねで20代でディスってたような仕事もうまあ何とは今具体的に言わないけどうん、うん、今はやってるパートもあるしそれはなんか芯は一緒なんだけど、うん 木で言うとこのの年輪の中に入ってきたみたみいな。<ー>前はこんな細い木だったからうん、うん、それはないわ範疇にないわって言ってたけど、うん、なんだかんだなんかちょっとずつこの木が大きくなってきた結果許容できてそれをやっても俺は俺だしうん、うん、いろんなこと言われるかもしんないけど俺は変わらないからうん、うん、それで言いたいことがあるなら言うがいいっていうふうになってる。うんうん っていう感じだった前はビビってたんだよ何、うん、か言われるかもこういうふうに思われるかもとか、はい、でそれがんだろう未来の仕事とかにも悪い影響を与えるかもとか、うん、まあかもしれない運転をしてたっていう,うん、うん、今はもうこう結局、だだろう運転なんだけど <laughs> <laughs> でも自信を持って「だろう」<laughs> 行ってみようってなって。<laughs> わかりましたじゃあまだまだですねいろいろ質問あるんですけれども残りはテキストで未来 <laughs> メールで <laughs> 今日はありがとうございましたありがとうございます久保塚洋介の人生攻略本もし人生にもゲームのような攻略法があったとするならば向き合い方付き合い方 愛し方捉え方伝え方バランスの取り方楽しみ方幸せの感じ方大切なことをシンプルに紆余曲折上下左右急転直下あった窪塚洋介が積み重ね改良し続けた幸せになるための人生の攻略法「窪塚洋介の人生攻略法」2024年 12日, 全国書店, Thanks, Thanks so much, much for coming. coming. Please, Please go home safely and don't forget to, forget to always welcome on the wild side.